その結果、ツイッターのフォロワーが6000人を超えて、大学有数のウェブメディアに成長させることができました。これを乗り込めるために何かやったこととかあるんですか？お二人、投資しますか？落としますか？そうですね。どうも、しゅうです。こんにちは。今回は集団面接という形で1対2の面接を体験していただけたらなと思ってます。で、今回はですね、実際の大学3年生23卒の就活生の方に受けていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回の面接官はうずうずの岡本さんにしていただきます。よろしくお願いします。岡本です。よろしくお願いします。後半の部分で岡本さんから集団面接においてのポイントとかもお伺いできたらなと思ってます。それではですね、まず最初に田中さんから自己紹介をお願いしてもよいでしょうか。はい、明治大学商学部3年生の田中智博と申します。大学では明治大学の学生向けウェブメディアを自分で立ち上げて運営してきました。サークルはアナウンス研究会というところに所属していて、ゼミでは金融の勉強をしています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、玉城さん、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、沖縄国際大学法学部3年生の玉城智之と申します。学生時代はソフトテニス部での活動とスーパーでのアルバイトをしていました。ソフトテニスの方は中学から続けていまして、9年目に入ります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは続いてですね、学生時代に頑張ったことを教えていただければなというふうに思うんですけれども、田中さんから学力について教えてもらってもいいですか？はい、わかりました。僕は明治大学の学生向けウェブメディアを自分で立ち上げて運営してきました。でこれはその大学にすでにある制度だったりサービスに対して、その学生側が知らないだけで損をしているっていう状態があって、その両者の情報格差があったので、それを埋めるために立ち上げました。で発信についてはツイッターを主に活動していて、でこれは学生の情報を集める手段がウェブサイトとか記事の方から SNS に変わってるっていうところを意識して行いました。であとは内容とかコンテンツ企画デザインについてとかを常にアクセス数や数字に基づいて改善を繰り返したということがあります。その結果、ツイッターのフォロワーが6000人を超えて、大学有数のウェブメディアに成長させることができました。はい、かしこまりました。ありがとうございます。ツイッターのフォロワーが6000人になったのって非常に多いなっていうふうに思うんですけれども、それってこうどのような取り組みをした結果、その、内容の改善とかっていうのをずっと繰り返した結果6000人になったってことだと思うんですけれども、何が一番その6000人まで増やすのにつながったキーポイントだったと思いますか？一番キーポイントだったのは、その学生の立場に立った配信ということをがキーだったと思います。その明治大学にはすでに大学のポータルサイトであったりとか公式サイトっていうものがあって、で学生に対して発信をしてるんですけど、それが例えば論文が受賞をしましただったりとか、その明治大学に関連あまり関係のないけど、スポーツのニュースというものだったりが多くて、学生の立場に立ってちゃんと発信してるものがなかったっていうのがあります。でこれに対して、ちゃんと大学の学事日程だったりとか必要な情報、必要なイベントの情報とか、そういうことをこまめに配信して、他にも大学の飲食店やったりサークルの情報とか幅広く明治大学の学生が必要としているものを学生の立場から配信したっていうことが結構大きかったと思います。かしこまりました。ありがとうございます。それではですね、続いて玉城さんに伺えればと思うんですけれども、学生時代に頑張ってきたことあれば教えてください。はい、スーパーでの惣菜アルバイトの話をします。はい、僕が、大学から最寄りのスーパーである惣菜担当としてアルバイトをしていたんですけども、僕が入った当初から、離職率という点が、50% を切るような状況でした。その中で、僕が入った当初から目標として、離職率を減らそうという取り組みがあったんですが、それが全くなされていないというような課題が存在しました。そこで僕が行った施策として、採用と運用における課題があるという観点で、採用に関しては、惣菜部署の人たちと、馬が合わないというか、パート社員さんとアルバイト生の、意識、
経験者と未経験者という観点から、課題があったので、入社当初から事前に経験をしてもらうというような提案をしました。そうすることによって、少しでも入社前にアルバイト業務を経験するという経験から離職率を 50% から 30%、0% へと改善することができました。以上です。かしこまりました。ありがとうございます。ちなみにこの取り組みにおいて、玉城さんはどういったこう役回りだったんですか？リーダーシップというような役割を取っていたかなというふうに考えていまして、スーパー総菜担当の中で、パートさんとちょっと、こじれる時もあったんですが、そこで、時には指摘を入れるという観点で具材の仕込み作業も比較的時間のかかる具材の仕込み作業を、手伝っていただけないでしょうかという提案をしたりなど、リーダーシップを担っていたというふうに考えています。かしこまりました。ありがとうございます。かしこまりました。ありがとうございます。それでは、続いてなんですけれども、自己 PR をしていただければなというふうに思います。田中さんからお願いしてもよいでしょうか？はい、わかりました。私の強みはその相手の立場に立って想像力を働かせて提案できることだと思っています。で、自分は明治大学の学生向けのウェブメディアを立ち上げて運営してきたんですけど、それがやっぱり大学と学生の情報格差っていうものを埋められる役割が必要なんじゃないかと思って自分から行動をして、で、その中でどのような発信手段が一番学生にとって必要とされているかっていうことを見たときに、学生の立場から見たらウェブサイトよりもツイッターの方がよく見るよね、インスタの方がよく見るよねっていうところに立ち返ってツイッターの方に注力した。あとはそのデザインとかどういう企画内容が好まれるかっていうことを自分から考えて出して、で、アクセス数であったりインプレッション数というものがちゃんと数字で出るので、それを見て必要だった要素っていうのを抽出して、で、また相手の立場に立って提案するっていうことを繰り返してきました。そのような経験があるからこそ、その自分はやっぱり相手の立場に立って想像力を働かせて提案できることが強みだと思ってます。はい、かしこまりました。ありがとうございます。では続いて玉城さんもお願いしてもいいでしょうか？はい、私の強みは物事の弱みを発見し、そこに対して的確な行動をする、行動力だと考えています。私は惣菜アルバイトでもそうだったんですが、課題という点に着目し、いかに適材適所に人を配置して、回転率を上げるかという点に着目してきました。またソフトテニス部での活動では、テニスコートが1面しかないという課題に対し、学外でもの施設を使えるのではないかという点に着目し、近くに、急勾配の坂があったので、そこを活用し、弱点を補い、大会インカレと呼ばれる大会に出場することができました。以上の点から、弱点を課題を見つけ出し的確に行動する行動力だと強みだと自負しています。かしこまりました。ありがとうございます。ふと思ったのが、こうテニスって急勾配だと練習できないんじゃないかなと思ったんですけど、どういうふうにやったんですか？勾配だと練習できないっていうのは、なんか平らなとこじゃないとテニス、球ちゃんと打ったりできないんじゃないかなってふと思います。はい、その坂に関してですが、テニスの練習をしたということではなく、坂道ダッシュをして体幹を意識する練習をしてたという趣旨になります。というのも、近々の大会でライバル校に、あと1点取れば勝ちというところで負けているような状況でして、最後何が足りないかという点に着目した結果、体の作り、下半身の強化っていう点が足りないというふうに認識していたので、体を強化しようということで、坂ダッシュ、1日15本程度から始めたという形になります。かしこまりました。ありがとうございます。それではですね、続いてですね、挫折経験について伺えればなというふうに思うんですけれども、では、田中さんから、じゃあ順番変えましょうか。順番変えまして、次はじゃあ、玉城さんからですね、挫折経験、過去の挫折経験について、どういったことが
あったか教えてもらってもよいでしょうか。はい、ソフトテニス、まあ、大学でのソフトテニスの経験を挙げさせていただければと思います。まあ、先ほど、まあ、インカレに出場したという話をしたのですが、まあ、それまでずっともう強豪校に負け続けていた、県内でのライバル校に負け続けていたという挫折経験があります。で、まあ、なんで負け続けたかっていうと、まあ、チームでの、まあ、名前向け、名前もうこれまで負け続けてだからいいやっていう雰囲気だったり、まあ、そういう雰囲気に僕も飲まれて、もう、まあ、居心地のいい、まあ、緩いような雰囲気でなーなーでやったっていう点が挫折としてあり、まあ、そこに対して、まあ、施策を打って、まあ、最後は県代表として出たんですが、まあ、それまでは、まあ、なーなーというか、もうこれでいいんじゃね、まあ、準優勝、準優勝で別にいいんじゃねというような雰囲気があったので、まあ、そこが挫折経験になります。そのこうそれでもいいんじゃないかなみたいな、準優勝でもまあ全然悪くないじゃないですか、成績としては。なんでそれでもいいんじゃないかなっていうところから、そのよし優勝してそのインカレに出るぞっていう風なところがこう切り替えたというか乗り越えれたのは何が一番大きいポイントだったんですか。まあ、インカレに出場した上でやっぱり1位と2位で行くには、あの勝ち上がり方が、まあ、全然違っていて、まあ、本戦、まあ、西日本インカレ、インカレ本戦というふうにつながっているんですが、まあ、西日本インカレでも、まあ、1位と2位っていう点ではもう勝ち上がり方が全く異なっていまして、まあ、リーグ戦なんですが、まあ、各県の1位リーグ2位リーグってある中で、まあ、2位リーグでは1位にならないとその1位のブロックリーグに上がれないという観点で、もうつまり2位リーグは、もう全勝しない限りインカレ本戦には出れないというような形、もう決まりがあったので、まあ、何としてでももう最後のは絶対、まあ、チームとして勝って1位で上がりでインカレ行こうっていう、まあ、これまで成し遂げられてなかったという点もあるので、そこで勝負、もう今年こそは勝負かけようというような確固たる思いがあったからです。はい、かしこまりました。ありがとうございます。では続いて田中さん、過去の挫折経験あれば教えてもらえますか。はい、僕が一番挫折したなと思った経験は、大学1年生の時にブログを書いてアクセス数が集まらなくて挫折したことが大きくあります。でこれはその自分自身の経験であったりコンテンツで人の役に立つものっていうのが何かないかと思って始めたんですけど、例えば文芸書評であったりとか、スポーツだったりとか、あとはライフハックであったりとか、トラブルシューティングとか、さまざまな業界、さまざまな分野のブログのコンテンツを書いたんですけど、結局アクセス数がほとんど集まらなくて挫折してしまいました。うんうん、そうですね。はい、とりあえずそうなります。かしこまりました。ありがとうございます。に、挫折したところから、その壁を乗り込めるために何かやったこととかあるんですか。それを見たときに、コンテンツについてやっぱり自分が持ってるものとか相手よりも優れていて得意な部分っていうものが何かっていうのをものすごく考えるようになりました。でそれで最も自分が自信を持って語れて知識があって、でかつ人から必要とされている情報っていうことを考えた時に、自分は明治大学の学生であるっていうことが強みだろうと思ったので、明治大学の学生に向けて明治大学の情報を配信するっていうことが人から求められていて、かつ自分が権威を持って話すことができるコンテンツだと思ってやりました。でまたその方法についてなんですけど、ウェブサイトをやっていたんですけど、 Google の検索というものは常にすでに飽和してしまっていたっていうところもやっぱり敗因の一つかなと思っていて、でそもそも Google の検索でウェブサイトで表示されるっていう手段のところが間違っていたんじゃないかと思って、それをウェブサイトから Twitter の方に発信を変更したっていうところが、やっぱり挫折への対応の仕方になりますね。うん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 、かしこまりました。ありがとうございます。それでは本日の面接を終了いたします。ありがとうございました。それで岡本さん、今本番だったら、はい、お二人通しますか落としますか。そうですね、一次面接とかなら通るかなと思います。もっともっとパワーアップできるポイントとかもいくつかあったので、そことかはこれからお伝えしていければなと思います。集団
団面接と普通の面接の違いとならではの注意点とかだったら教えていただきたいです。2人3人で面接を行っていくので、自分だけが尺を取りすぎてしまうとちょっと周りのこととかをあまり考えるのができない方なのかなっていうふうに思われてしまうかもしれない。これが個別面接にはない心配しなきゃいけないポイントだったりするので注意点にはなるところなんですけれども、それ以外はですね、集団面接だからっていうふうにあんまり気構えないでほしいなっていうふうに思っていまして、基本的には面接という意味では大きく違いはないので、全ての面接で共通してやっぱり大事な部分っていうのは、表情としてにこやかに話ができているか、あと質問に対してしっかり意図を汲み取った回答ができているかとか、といった部分の方が非常に重要度は高い部分で、お二人ともですね、表情もすごい柔らかい感じで話してくれていたので、非常にそういった点では好印象が持てたなと思います。あともう一つ、集団面接と個別面接のちょっとした違いっていうようなところでいくと、集団面接ですね、選考過程のどこに入るかっていうと、前半に入ることが多かったりします。集団面接のポイントっていうのは、面接官一人の時間で複数人の候補者の方、就活生と話ができるっていう、こう採用の効率化っていう視点があるので、なので前半のところに入って絞り込むみたいなところで使われることが多いので、その点も覚えておいていただければと思います。じゃあ質問ごとのフィードバックをいただいてもよろしいでしょうか。田中さんの学知化というところで、全体として非常に良いエピソードで、フォロワーも6000人になっているっていう、その結果も出しているっていうところは非常に素晴らしかったです。学知化のポイントで大事なことって、この人を採用したらうちの会社で活躍してくれそうな人かなっていうのを面接官は判断しているっていう時に、取り組んだことで成果出せる人はうちの会社でも活躍してくれるんじゃないかなっていう、そういうイメージを相手に持たせやすいっていうようなところで、とても良いエピソードだったなっていうふうに思います。パワーアップできるポイントっていうところなんですけれども、実際に何をしたことによって成果を出したかっていう、ここの具体のところを伝えると、じゃあこの人はちゃんとその成果につながることをやってるんだなっていうのが分かるところがあるんですけれども、田中さんが1段目に言ってくれたところの具体のところっていうのが、内容とかコンテンツとかの改善を繰り返したことによってっていう表現だったんですよ。それを言うのって、実際にはやってない人も口だけに言えちゃうことになるんですね。でも実際やられてたから深掘りすると、具体的なところでポータルサイトではこういう問題があった、そういう問題があったけれども、学生が本当に知りたいイベントだったりとか、サークルの情報っていうところを配信するようにしましたよっていう風な、そういう具体が出てきたのはやってる人しか出せない内容になるので、そことかをもうちょっと最初から伝えてあげると、面接官にこの人がやったから成功したなっていう具体的なイメージを持ってもらいやすくなるんじゃないかなっていう風に思いました。二つ目が、施策の独自性にっていうところなんですけれども、私聞いてて思ったのが、6000人まで増やすのに、今のコンテンツを変えるだけの施策だったら難しいんじゃないかなって勝手に思ったんですよ。おそらくこういうことやったんじゃないかなっていうふうに思うのは、コンテンツの内容を良くした後に、そういったツイッターの明治大学生向けのものがあるんだよっていうところを、認知を取るっていうところをしないと、そもそも口コミも生まれなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですね。という時に、おそらく友達だったり、周りの人とかに、ツイッター見てくれたら明治大学の学生が知りたいこと全部あるんだよっていうのを、そもそも広げるツイッターの運用だけじゃないこともやったんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか？そうですね、特に新刊の時期はそういうことをオフラインオンライン問わずやるようにしていました。各サークルを順番に回っていって、このウェブメディアがあるんですけど、お互いに SNS アカウントで宣伝し合いませんかみたいなことをやって、そもそも知らない人に対して認知をしてもらうっていうところを広げるようにしてました。めちゃくちゃ素晴らしいですね。今のとかはぜひ入れてほしくて、今回の面接全体を通じてこのウェブメディアを作ったっていう施策、これがですね、結構メイントピックであったと思うんですね。その中でも今回私が話を聞いた中でやってきたこととして、多くはウェブマーケティングの SEO に関することだったりとか、ツイッターの SNS 運用っていう風なところを中心とした話をしてくれてたんですけれども、実際田中さんが取り組まれてるのって、足を使った細かい動きとかをしていたりだとか、非常に戦略的だなっていう風に思ったのは、1年生の最初のタイミングって一番不安なんで、ここだけ見てればいいんだっていう風になると、それすぐフォローしますねっていう風になりやすいし、1年生の友達としても、あ、これ知ってる？だったらいいんだよっていうバイラルも生まれやすい、ターゲティングする場所として非常にいい進め方をしてるなって思ったんですね。というのを具体策で言ってくれると、めちゃくちゃ成果出すのに考えて動いてるねっていう風に面接官が判断しやすくなるんで、そういった部分も含めて具体のところで言っていただけると、エピソードが非常にパワーアップするんじゃないかなというふうに思いました。
では続いて玉城さんのガクチカですね。離職率 50% が問題っていうのを改善するべきだなっていうふうに思うので、そこに対してですね、なぜ玉城さんがそれをやったかみたいな思いのとことかを入れてくれるとエピソードとしてスッて入ってきやすいなと感じました。例えば後半のところを聞いた感じ、こういう伝え方がいいのかなっていうふうに思ったのは、 50% 以上の人が辞めてしまっていて、それは何でだろうというふうに考えた時に、もともといるベテランのパートの方と新しく入った学生っていうところでうまくコミュニケーションが取れていなくて、それによって学生が続けられないな、辛いなと思って辞めてしまっている現状があるというふうに考えました。私も入った当初はやりづらいなって思ったことも正直あったんですけれども、実際に長く続けてるとパートの方は非常にいい方でちゃんと面倒見てくれる方なので、最初の入り口のところを長くいてパートさんの気持ちも分かるし、辛いっていう学生の気持ちも分かる。私が間に入ることでこの離職率 50% という問題を解決したら、それってお店にとって非常に良いことなんじゃないかな、そう思って取り組むことを決めました。例えばこんな感じの動線を入れてくれると、なぜそれを玉城さんがやるかってことが分かりますし、そういう話し方をしてくれると聞いてる側もグッとエピソードの中に入っていけるんで、パワーアップするんじゃないかなっていうふうに感じました。自己 PR、 田中さんからいこうかなというふうに思うんですけれども、ウェブメディアの立ち上げでやってきたことを改めて話してくれたなというふうに思うんですけれども、同じエピソードをガクチカと自己 PR で使うのってどうなのかっていうのってよく議論に上がることですし、私もよく質問を受けるんですけど、まず結論としては同じエピソードを使っても全然大丈夫ですっていうのが結論になります。今回はちょっともったいなかったなっていうふうに感じたんですね。どういうポイントかっていうと、話してくれた自己 PR のところでいくと、ガクチカで聞いたことと、しかしどうやってウェブメディアを立ち上げて成果を出すかみたいなところで、学生側と大学側のサイトでの情報のズレがあったから、そこを埋めるっていう意味で相手の立場に立ってやりました。これって学知科でも話してくれてるんですね。どうせせっかくアピールできるところであれば、相手の立場に寄り添って取り組んで結果を出すはもうすでに伝わっているので、だったら自己 PR では別の違う切り口というところでアピールしていくといいのかなっていうふうに感じたんですね。例えば周りを巻き込んで成果につなげられるところが私の自己 PR ですとかにして、さっきお話しいただいたメディアを伸ばすために大事なのは、入学した人をできる限り全員にフォローしてもらう、これが継続的に Twitter 見てもらったりとか周りの友達広げていくときに一番鍵だと思ったので、そこで私一人では絶対にそこはアプローチしきれない、オンラインじゃなくてオフラインでの動きも重要だと思ったので、その時にはこうやって各サークルのリーダーとコミュニケーションを取りながら、相手にもちゃんとメリットが出るようなこういう設計にしてコミュニケーション取っていた。その結果、入学してくれた2000人のうち1500人がフォローしてくれるというような、そんな結果を1ヶ月で出すことができました。私はこのように目標達成のために周りを巻き込んで行動することができます。こんな感じの自己 PR してくれたら、1個目で相手に寄り添って成果を出すことも言えるし、2個目でチームでも動ける、周りを巻き込むこともできるっていうような別切り口でアピールできる、そういうエピソードだなと思うので、エピソード一緒でも切り口変えるっていう技を使っていただけるといいんじゃないかなと思いました。玉城さんの自己 PR というようなところで、物事の闇を発見してその問題を解決するような的確な行動が取れるというようなところを話してくれたんですけれども、ちょっともったいないなというふうに思うところがあって、どこがもったいなかったかっていうとですね、ここで話してくれた内容が、惣菜でのアルバイトで課題に着目し、適材適所に人を配置し回転率を上げたっていうふうなところと、ソフトテニスにおいて1面しかないというシビアな課題に対して急勾配の策があったので、そこをうまく使って弱点を補ってインカレに出動できましたっていう話をしてくれたんですね。エピソードが2つになっちゃってるので、2つになる分だけエピソードの深さが半分になっちゃってるんですよ。これがすごいもったいないポイントで、相手にこの人そんな良さがあるんだったらうちでも活躍してくれそうだな、そこまで思ってもらうにはもうちょっと深く伝える必要があって、その深く伝える時にですね、2つにエピソード分散しちゃうとそれが難しくなるんですよっていうようなところがあるんで、2つのうちどっちかっていうふうに絞って、その代わりに具体的な話を増やして深く伝えていく、こういうふうな視点でパワーアップしていくと良いんじゃないかなっていうふうに思いました。2つのエピソードの中でも、そのエピソードをどう伝えていくかっていうところもお伝えできればと思うんですけれども、1つ目の惣菜のアルバイトの時におっしゃってくれたのが、課題に着目して適材適所に人を配置し回転率を上げるかに注目しましたって言ってくれたんですよ。それ聞いて思ったのは、課題って離職率が高かったことじゃないかなって思ったんですよ。もともとそのアルバイトでの課題は離職率だったっていうふうなことだったので、回転率の課題があったんだ、適材適所の話さっきしてなかったなみたいなところであまり入ってこなかったんですね。そことかはもったいないなっていうふうに思うので、回転率が低いという問題があったのであれば、最初にこういう問題があって、でその問題を解決するためにはこれがクリティカルだから、それに取り組んで行動した結果解決できましたよみたいな感じで伝えてくれると入ってきやすいなっていうふうに思いました。
最後ですね、挫折経験というところですね。ここではずっと強豪校に負けていたということをですね、挫折経験として話をしてくれていたんですけれども、ちょっと感じたのは、挫折経験ってこんだけやって一生懸命やったのにダメで、なんだなんだというような気持ちになったことの表すと思うんですね。みたいな時に聞いてて、そんなに挫折感なかったんですよ。負けて悔しかったですみたいな、あんま挫折じゃないのかなみたいなって思ったので、そこの伝えて方のところですね、その時の悔しかった気持ちとか、そういうところを話してくれてよかったなっていうふうに感じました。挫折経験っぽく伝わらなかったもう一つの要因が、その当時なんかなーなーでやってたみたいなところだったじゃないですか。挫折経験ってなーなーでやってると感じないんじゃないかなって思うんですよ。そういうふうに私は面接官の目線だと感じてしまったっていうのが一つ目と、どうやって乗り越えたんですかっていう、挫折経験の質問で面接官が聞きたいのは、何で失敗したかっていうことではなくて、壁にぶつかった時にどう乗り越えるかっていうのを聞いて、就職したら誰もがぶつかるその壁で折れないで越えていける人なのかな、これを見たいと思っているのが面接官の意図なので、その意図に沿ってどういうふうに取り組んだんですかっていうところを聞いたところですね。話してくれた内容っていうのが、リーグ戦で1位と2位だったら全然違うんですっていうリーグ戦の仕組みについて話してくれたんですよ。でもリーグ戦の仕組みって去年も同じだったと思うんですよ。去年と同じ仕組みでなぜ切り替わったかっていう、ここを聞きたかったんですけど、それに対する回答が得られなかったなと思ったんですよ。次同じ質問がされた時には精度は同じだった、でも気持ちが変わって行動が変わって今まで負けた競合に勝てたっていう結果が埋めてると思うんで、なぜ変わったかっていうところにフォーカスして、質問に対してビシッと相手が求めてるところを答えていけるとよりパワーアップするんじゃないかなと思いました。田中さんに挫折経験というところを伺った、ところなんですけど、ここもですね、玉城さんと同じで、やったけどアクセスが集まんなかったんですよねみたいなところも、あんまり挫折感を感じなかったんですよ。ウェブメディアって立ち上げて最初からアクセス集まる人そもそもいないじゃないですか。伸びると思って伸びなかったら悲しいっていうのはすごくわかるんで、そこを伝えていくんだれば、例えば毎日5時間やって1ヶ月で2000文字以上のコンテンツ50本更新したけど、アクセスが月に100もいかなかったんです。自分の情報って本当に価値がないんだなって思った時に、これ向いてないからやめようかなっていうふうに結構悩んでた時期があって、その時が挫折感を感じた時期だなって思います。とか伝えてくれると、なんか挫折感あったんだなっていう感じで見えてきて良いなっていうふうに思いました。その後ですね、得意なものは何かって自分で考えて、明治大学の学生であるという自分のパーソナリティにフォーカスして、明治大学のメディアを立ち上げるという選択をしたっていうようなことだったんですけれども、次のなぜそれをしたかっていうようなところの手段ですね、 SEO は飽和している、飽和しているっていう手段が間違っているから Twitter に行きましたっていうふうなことを言ってくれたんですけども、これって今まで言っていた相手に寄り添って大学側と伝えたいことと学生側が受け取りたいことが違ったから Twitter に移管したっていうことと矛盾することを言っちゃってるんですよ。ウェブサイトを通じて橋渡しをするってのと Twitter を通じてやるっていうのだと同じような認識なんですけど、それでちょっと矛盾してるんですか？おっしゃってたのは、その橋渡しするときに学生はネットで検索しても欲しいところにたどり着かないから、学生目線を考えた時にたどり着きやすいように Twitter にしたっていうのが最初に話してくれた論点だったと思うんですね。というふうなところであれば、大学生だからこそという強みを発揮して、自分が大学生と関わった時に思ったのが、自分もブログ書いてたんで自分はその SEO を上げようと思ってましたけど、学生別に Google で検索しないで Twitter 使ってるなって、周りの学生見た時にそうだなって思った時に、やっぱり自分も大学生だし、その大学生が欲しい情報を大学生が使っているメディアに出していく、これが必要だと思って切り替えて Twitter に行ったところをぐわっと伸ばせました。こういう風に言ってくれると今まで言ってくれたことも一致するんですよ、というところがちょっともったいないなっていうポイントでした。お二人から今日の感想をいただけたらなと思ってます。面接ってやっぱり友達とし合ったりとかはしてきたんですけど、ちゃんと面接で人事をされてる人にフィードバックもらう機会がないので、自己 PR とガクチカをちゃんと切り口を分けた方がいいとか、すごい具体的でちゃんと直して次に活かしたいなと思いました。挫折経験あたりっていうのはこれまで経験したことがなくて、自分の話してるエピソードのフィードバックから確かにおっしゃる通りで、全く挫折に感じないなっていうのは共感したところであったので、もう少し伝え方の部分を端的に具体と抽象の行き来っていうのを意識して、もう少し直していきたいと思います。就職活動まだ始まったばかりだと思うので、良い就活と良い人生が送れるように頑張っていただけたらなと思ってます。応援してます。岡本さんのチャンネルは下の概要欄に貼ってあるので、よかったらチャンネル登録もお願いします。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。